はい、えー。やっこベイビーマイタイム始まっております。生放送でお届けしていきます。今日の沖縄すごいいいお天気だね。最高気温が18度、最低気温が14度の予報、予想だったんですけども、なんかすごくポカポカ暖かく感じるのは、もう春の訪れかな。どうなんだろう。どうなんですかね。楽しみです。あ はい、えー。今日もユーストリームツイキャスで映像と音声も配信していきますのでお付き合いいただきたいと思います。えー、先週の土曜日ですね、えー、3.11の特別番組をちょっとやらせていただいたんですけども、皆さん聞いていただけましたでしょうかね。2時間の生放送で、えー、防災士の稲垣先生と共にお届けしていったわけなんですけども、 まあ、あの、技能湾市長、沖縄市長、那覇市長の3市長がね、えー、特別に出演していただいたということで、とても、ね、良い機会だったのではないかなと、私自身も思います。えー、皆さんもよかったらね、ご家族、そして地域でのね、えー、なんかこう、 関わり合いとか、そして地域の、あの、取り組みとかもね、ぜひ関心を持っていただきたいと思います。防災についてのね。あと、ホームページでもいろいろと各市町村ごとに、あの、詳しく記載しておりますので、よかったらご覧いただきたいと思います。さあ、ヤッベイビーマイタイム今日もね、張り切って生放送でお届けしていきます。どうぞお付き合いください さあさ、やこベイビーが生放送でお届けしていきます。FM 小座のスタジオからやこベイビーマイタイム始まっております。そのね、先ほど今オープニングでお話ししました3.11、あの、未来へつなぐ防災特別番組なんですけども、あのー、FM 那覇のね、えー、那覇市、あのー、沖江通りにあります、スタジオで行ったんですけども、初めて FM 那覇のスタジオにも行ったんですけどね、いやー、綺麗ですね。 あのー、生放送のブースと、また別に、そのツイキャストとかユーストリーム用のソファーがあって、あの、ちゃんとモニターというかね、あのー、画面もあって、素敵でした。その中でお届けしていったので、若干私も緊張して、あの、那覇市長もね、あの、とても、この、 映ってるっていうことに対して、あ、とても緊張しますっていうふうにおっしゃっておりましたけどもね。稲垣先生も、はい。なんか三人、とてもね、こ、こっちのいい、あの、緊張感を味わいながらですね、お届けしていったわけなんですけどもね。えー、FM 那覇のスタジオ、あとは、あれは収録スタジオなのかなうん、もあって、とても広々とした空間で、イベントとかもね、 あの、これからまた開催すると思うんですけども、よりリスナーさん、皆さんに近いね、あの曲になるのではないかなとっていうふうにも思いますよ。純駆動の、那覇の純駆動の斜め向かいに、FM 那覇っていうね、スタジオがありますので、よかったら、えー、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。 さて、えー、この放送は FM 小座からお届けしておりますけども、ユーストリームとツイキャスで映像とね、音声も配信していますが、今日のこのスタジオが、えっ、ー、と、いつもとね、レイアウトが変わっていて、どこにカメラ、あ、こっちかなこっちにカメラがあるのかなで、あっちは違うんかこっちか。はい、ありがとうございます。ヤコベイビーでーす。パーソナリティのヤコベイビーこと、富島や子がお届けしていきますよ。今日は本当にポカポカとした陽気で、 いいですね。春も、もうすぐかなと思うんですけども、沖縄の場合は春をね、通り越して、もうすぐ夏に来ちゃうからね。ちょっともう少し、春を楽しんでいきたいものなんですけども、昨日はホワイトデーでしたけど、皆さんどうでしたね。私、あのー、もうね、ホワイトデーって、えー、っと、なんだっけ何する日だっけ <laughs> ええー、っと、男性が女性に送る日だっけ ね、もう本当にこういうことに対してねいかに私があの旦那さんに心を込めて普段行ってないか旦那さんから普段ねあの心を込めてお返しをされていないのかがすごくわかるかと思うんですけど3月14日はあれよね、えー、バレンタインデーのお返しということで、えー、女性がいただく日をねうんどうでしたでしょうかね皆さんあのー 一中の人から、<laughs> いただけましたでしょうかね。どうですかね。楽しい日を過ごされたんでしょうか。そして今日は3月15日ということで、えー、今日語呂合わせで、さ、い,い、こということで、今日のテーマは、最高。最高な時。 あなたの最高な時を教えてくださいというメッセージテーマを設けていきたいと思います。メールアドレスはこちらです。ひるらじ12アットマーク gmail.com ひるらじ12アットマーク gmail.com となっておりますのでね。はい、皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ。 さてさて、えー、張り切っていきたいと思いますが、今日のオープニングナンバーいきましょうかね、早速レベッカー、スーパーガール 明日のはレベカースーパーガールでした。この後、cm を挟んで皆さんから届いてるメッセージ紹介していきますよ。 さあ、ヤコベイビーマイタイムお届けしております。ヤコベイビーマイタイムヒルラジこの番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りいたします。さあ、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはひるらじ1アットマークメールドットコム今日は、 最高な時あなたの最高な時を教えてください。えー、この番組ではですね、ユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。ユーストリームは FM コザ、えー、ツイキャスは各局のホームページから見ることができますので、そちらもどうぞお楽しみください。あと、ツイッターも連動しております。 気軽にツイートしてください。またまた、えぇ、ー、サイマル放送も始まりました。レッスンラジオで聞けます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聴きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがありますよ。えー、完全全編同時放送をお楽しみいただけます。すごいね。はい、楽しんでいただきたいと思いますよ。 さて、えー、昼ラジオ聞きの皆様にリスナープレゼントのお知らせです。今週のリスナープレゼントは、沖縄マリオットリゾートスパ、ブッフェレストランオールスターブッフェのペアランチ券を二組様です、えー。旬の食材をふんだんに使った沖縄テイストの本格メニューをどうぞお楽しみください。えー、ご希望の方は今すぐメールで送ってね。懸命に、昼ラジリスナープレゼント。 そして本文にはお名前、ご連絡先も必ず書いてください。えー、また番組へのご意見、ご感想もお寄せください。メールアドレスはもう一度言っちゃうよ。ひるらじ12アットマーク Gmail.com ひるらじ12アットマーク Gmail.com です。締め切りは今週いっぱいです。 当選者は来週のこの時間、昼ラジで発表いたします。えー、なお、当選された方は、スタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能の方とさせていただきますので、ご了承ください。さて、先週のカフーリゾート付着コンドホテルランチペア券2組、見事当選されたのは、まずはイタリアンザ・オレンジ、当選されたのは、この方タカさん、おめでとうございます いやははははい。そして、琉球バーベキューブルー。見事当選したのは、この方マッペさんおめでとうえー、タカさん、マッペさん、おめでとうございます。あどんどんどんパフパフ。ぜひ、あの、ランチね、美味しいランチ、食べてきた感想、を教えていただきたいと思います。メールもね、お待ちしていますよ。よろしくお願いいたします。 さあ、えー、最高な時、ね。あの、皆さんが感じた最高な瞬間。まあ私はですね、えー、そうですね、もう本当にささやかな最高を感じる <laughs> 時が多いんですけども。というのも、えっ、ー、と、そうですね。あれですよ。この、一日、 一応、こういう風なタイムスケジュールで動いていこうという目標がありましてね。私の中でいつも。毎日。あ、今日はこの仕事だからこういう風に動いて、こういう風にして、空いてる時間にこう、こう、こう、こうできたらいいなっていうのがあるんですけども。それが、あのー、予定通り達成できた時。本当にささやかでしょ <laughs> ちっちゃいでしょ そういう時にとても最高。ああ、幸せっていうふうに思いますね。だから逆にその予定とか目標が達成できない時は、あの、ちょっとね、落ち込みますね。あ今日なんでできなかったんだろうなっていうね。はい。あの、思いますけどもね。あの、最高な時といえばほら、WBC。ね。すごいですね、日本ね。キューバに勝ったんですよね。これすごいですよ。 オランダ戦の時、あのー、セカンドの菊池さん、すごいですね。あの人の神プレイっていうんですかあのね。取って、取って、それを、あのー、この二類で待っている、守備待っている仲間にこう投げてねっていうね。あれは相当、なんて、瞬発力もだし、こうちゃんと目で見てるわけですよね。動きをね、仲間の動きを見てる。 あれ見た瞬間にやっぱ最高と思いますよね。で、そういう神プレイ、神技を披露できた自分も、よっしゃ最高ってやっぱり思うんでしょうね。菊池さんとかはね。思うでしょうね。さあ、なんかいい調子で行っております WBC なんですけどもね。あのー、キューバ。 キューバって野球が本当に強いイメージありますけどね。そのキューバに勝っちゃったっていうことですから、まあ、いろんな、あのー、海外の反応もね、すごい、あのー、うん。すごい反応結構大きいですよね。なのでまた今後も注目していきたいなと思いますけどもね。いや、やっぱりイチロー選手もそうですけど、ね、日々の努力ってのが大切なんでしょうね。 努力してからこそ、あの、大きい舞台でね、自分の力が発揮できるっていう、やっぱ日々の努力ってのはね、大事ですよね。コツコツ、コツコツっていうのはね。えー、ヤッコベビーもなかなかコツコツがうまくできないんですけども、頑張っていきたいなと思いますよ。さあ、皆さんの最高な時教えてください。えー、FM 那覇の、えー、ツイキャスには、かっちゃんさんからヤッコさん、こんにちはだぜーと来ております。はい、今日は、 3月15日ということで、最高な時、あなたの最高な瞬間を教えてください。よろしくお願いいたします。えー、っと、スタジオの中に一匹だけ虫が飛んでる。<laughs> この虫通りかしたい。ね。なんか飛んでおりますけどね。そんな中お届けしておりますよ。さあ、FM 小座の追加する行きましょうね。 えー、銀のトロンボーンさん。今日も、今日も、今日も、おやっこさん、最高ありがとうございます。嬉しいねー。ありがとうございます。最高は、あれなね。アルファベット表記なんだね。いいですね。最高の、コは、DJ コと同じ KOO なんだね。<laughs> ありがとうございます。えー、バルー君から来てます。はい、さーい。ということで、ありがとうございます。 元気ですかねバルー君も。ねそちらのお天気はどうですかねえー、埼玉でしたかね埼玉だよねきっとね。じゃなかったらごめんね。<laughs> 沖縄はいいお天気ですよ。ほんと、あのー、このままちょっとポカポカと行くんじゃないかな。 ね、春に行きそうな感じもしますけどね。昨日、おとといは少し天気悪かったですけども。まあ、明日の朝の最低気温が14度、日中の最高気温が19度。今日は日中の最高気温18度ということですから、なんかこれ見ていくと週間天気予報を見ると、うーん、お天気もぼちぼちですし、ね。雨マークは出ておりませんから。うーん、そのままちょっと春、 春、ちょっと満喫できるのではないかな、なんて思いますけどもね。さあ、えー、皆さんからメッセージお待ちしてますよ。そしてね、えー、今日はこの時間お届けしていきましょう。久しぶりよ。行くよ。ヤコベイビー、隙間、ひたときーあ、エコちょっとつけてみていいですかね。あ、ヤコベイビー、隙間、ひたときー久しぶりー <laughs> <laughs> はい、えー、隙間の時間を使ってヤコベイビーがね、いろんな、まあ、美味しいものを食べたり、えぇ、ー、本を読んだり、映画を見たりというね、コーナーなんですけども、今日はですね、このお店を紹介していきたいと思います。ここは、実は私の本当に大好きなお店で、あまり教えたくないお店なんですけども、でも、あのー、せっかくなので、教えていきたいと思います。<laughs> えっ,ってます、ねえー、とサンミというお店なんですけども、えー、結構前にウィンウィンでもね沖縄テレビのウィンウィンでも取り上げていただきましたけどもこのサンミ、えー、まずお名前が変わっていてサンミという名前なんですけども、えー、果実の実に体の,体の身体の芯に美しいと書いてサンミという、あのー、お名前なんですね。 で、健康と美容のために、毎日おいしくバランスの取れた食事を、まあ、取ることが大切ということで、ビタミン、ミネラル、鉄分、食物繊維がたっぷりの玄米ご飯や野菜中心の酸味のメニューは、まあ、日頃不足しがちな栄養素をチャージすることができるということで、とても人気があるカフェなんですね。で、私たちはお家で食べるよりも、あのー、ほら、ね、なるべく、 時時々は外食したいいいななっていう時もあるじゃないですか。そういう時外食すると外食のメニュー、まあ、全部とは言わないんですけども少し味が濃かったりねちょっとボリュームが多かったり、えー、野菜と肉のバランスとかや、ね、魚のバランスが取れていなかったりといろいろあると思うんですけどもここはね結構いいバランスで本当にうん美味しいしですねまず この名前、三味という名前のコンセプトもあるんですけども、身のあるご飯をコンセプトに玄米、野菜のバランスの取れた食事を提供する。で、三味の身、体のね、身体の芯なんですけども、体の健康を守る。えー、あとね、面白いのが、お店の、えー、床に、炭。 炭がこう埋められてるんですよ。でがこう埋められていて、マイナスイオン放出中って書いてるんですよ。<laughs> もちろんその上を人がこうお客さんが歩いていったり、店員さんが歩いていったりするんですけども、その炭が、炭の上に、うんあの透明のアクリル板みたいなのが置いてあって、それで中が見えるんですけど、炭がこう儀で置いているのがね、見えるんですけども。なので、 この店内はマイナスイオンが、マイナスイオンが充満してていっぱいだよっていうところもなんかポイントみたいでですね。で、三味のみ、えー、美容ですね、美容。ダイエット効果のあるメニュー、マクロビオテックも取り入れてるということですね。で、玄米ご飯もすごく美味しくってですね、あの、広島の農家さんからですね、 玄農薬で土からこだわった玄米を使用しているということで。あと、お水とお塩にもこだわって、塩石外線の出る圧力釜で、1日6回から7回芯までしっかりふっくら炊き上げているということですね。で、ちなみに、玄米。ねあの、好き嫌いが多分分分かれると思うんですけども、私は玄米大好きなんですけども、うちの旦那さんは玄米はっきり言ってあまり好きじゃない。白米の方が好き。 男性はどっちかというと白米の方が好きな人が多いんじゃないかなと思うんですけどもね。この玄米、やっぱり、あのー、硬さがあるので、ね、噛まなきゃいけない。まあ、ダイエット効果もあると思うんですね。この噛むことによって、消化吸収もうまくこう、促すっていう作用もあると思うんですけども、えー。玄米というのはね、ダイエット効果、あと美肌効果も、 抜群ということで、ビタミン B と E、あと食物繊維が白米の5、6倍。5、6倍ですよ。すごいね。そんだけこうビタミン、まあ B と E がね、入ってるということなので、玄米食べるときの注意、やっぱりよく噛むことですよね。うん。あとはこの酸味なんですけども、お水にもこだわりがあるみたいで、 FFC 水というね、お水を使ってるんですけども、私最初ね、この FFC、FFC って書いてるんで、アルファベットで書いてるんですけども、読み間違えて FEC、FEC <laughs>。お笑い集団のあの、FEC さんがなんかお水出してるのかなって、最初思いましたけど、それとは全く関係ない FFC というね、活性水を使っていて、 体にいい水ということなんですね。大型の浄水器をこの水道管の根元に入れてあるため、店内のお水はどこをひねっても浄水が出る仕組みになっているそうです。しかも、ピッチャーの中にもさらに体にいい効果のある装置を入れているということですので、ね、水にもこだわりがある。いいですね、この浄水器。いろんなところで、 ねあのー、まああ、いろいろありますけどね、浄水器の種類もあってよくわからない部分も私は正直あるんですけども、ここで三味んで使ってるのは、この大型の浄水器を水道管の根元に入れて、まあ、店内はどこをこうお水ひねっても浄水の、まあ、きれいなお水が出るということですね。あとはこの卵とかにもすごいこだわっていて、卵と 店内にあの自由に使えるこのごま塩とかも置いているんですけども、このすり鉢を使って手で丁寧に吸っているこのごま塩。 お塩は、えー、自然、自然のこのお塩を使っていて、血液をアルカリ性に、アルカリ性にね、してくれるごま塩と、えー、あとこの玄米のコラボレーションですね。これがもう本当に美味しいので、おすすめです。まあ、こだわりがいっぱい詰まった酸味なんですけども、週ごとにメニューが変わっています。だから一週間同じなんですよ。一週間の中で、えー、テーマを設けてて、 例えば、一週間、今日第一週目はデトックスとかね。えー、次の日は、次の週は、まあ、鉄分補給とかね。いろいろとこの週ごとに、えー、テーマが変わっておりますので、週ごとを楽しめるということですね。毎日は変わりませんよ。注意なんですけども、毎日はメニューは変わりませんので。で、健康ご飯と、あとは、ま、カレーとかね、いろいろなメニューが、 ありますカレーでしょベージーカレーとかあとは体にいい本当にメニューを揃えているので一度皆さん足を運んでみてはいかがでしょうかねはいでこの酸味なんですけども実はですね私よく行くのは那覇の、まえー、那覇店ですね那覇店の方に行くんですけども 他にもいろいろとね、お店がありまして、京橋店とか、阿部野店とかね、えー、県外にもありますので、ぜひぜひ、あのー、三味で検索していただきますと、それぞれのお店のアクセス情報とかですね、状況とか、住所あ、電話番号とかですね、メニューとかも記載されておりますので、えー、ご覧いただきたいと思います。ちなみに三味の那覇店は、えー、三重橋駅から290、 まあ大体300メートルかな。300メートルぐらいです。駐車場は2台あります。ただちょっと駐車場が2台しかないので、車で行くよりは何かモノレールとかバスを利用した方がいいかなというふうに思いますね。ランチが11時30分からラストオーダー3時。えー、ディナーが5時30分から8時。 30分ラストオーダー、クローズが、えー、21時9時となっておりますのでね。はい。ぜひぜひお出かけいただきたいと思います、えー。今日の隙間ひたときカフェサン味をご紹介いたしました。皆さんもよかったらチェックしてくださいね。さて、え加、ー、と、イキャく前にメッセージもたくさんありがとうございます。届いておりますね。 えーと、バルん埼玉は曇りだね、ということで。沖縄はすっごい晴れております。洗濯日和ですね。私もすっごい今日干してきましたけどもね。えーバルんダイエットしなきゃなーな。<laughs> 玄米いいよ、玄米。玄米ね。ちょっと手間かかるけど、炊くのにね。美味しく炊くにはまあ、コツがありますけども。 でもね、最近はあのー、ね、あの、最近の炊飯器はすごく優れていて、玄米も美味しくふっくらとね、炊き上がりますので、そういったもので使って、ちょっと玄米ダイエットしてみるのもいいんじゃない <laughs> かなどうかなさあ、えーっと、ここで一曲いきましょうかね。一曲いきたいと思います。それでは皆さん。 この後も皆さんからのメッセージお待ちしています。メールでも届いておりますので、この後紹介していきますね。ヤコベイビーマイタイム生放送でお届けしております。この時間は、このナンバーをお届けしていきましょう。あは Take on me! ヤコベビーマイタイム生放送でお届けしております。この時間は、ーハーテイクオンミーお届けいたしました。 ヤコベビーマイタイム生放送でお届けしております。さて、今日は3月15日ということで、最高まあ語呂合わせなんですけども、最高な時を皆さんにね、教えていただこうということで、あなたの最高な時をぜひ教えてください。えー、メール、もしくはツイキャス、ユーストリーム、コメント、メッセージをお待ちしております。さあ、ここで、えー、メッセージが届いております。紹介していきましょう。 ラジオネーム、キャップさんです。ありがとうございます。えー、今日もかわいいヤッコさん、こんにちは。ありがとうございます。えー、いつも楽しく聴いてますよ。嬉しいですね、えー。夏にトロピカルビーチで放送してるのを見てから毎週聴いています。おぉ嬉しいあのー、トロピカルビーチで、えー、キヨちゃんと一緒に放送した時の公開生放送ですね。ありがとうございます。 嬉しい。えー、夏に、あ、今年も公開放送などあれば見に行きたい。やりましょう、やりましょう、夏に。また。ねえー。嬉しい。あ、じゃああれから毎週聞いてくれてるの、キャップさん。嬉しいですね。えー、そして、最高の瞬間は仕事帰りのビールが何と言っても最高ですね。だよね。 本当ですよね。そう。もう仕事帰りのあのビール仕事帰りのアルコールね。いいですよね。もうそのまま何て言うんですかね。あのー、家に帰らずに私はあのそのままなんか居酒屋みたいなとこ行きたいんですけどそれもなかなかできないのでね。一旦家に帰ってえー、子供寝た後に。<laughs> 飲んだりね、してますか。最近はでもね、ほんとあんま飲めなくなってる。最初の一杯はほんとに美味しいんですけどね、量がね、飲まな、飲めなくなってる。昔はもうジョッキー、7杯、8杯、9杯、10杯、<laughs> 恐ろしい。怖い。飲んでましたけどね。20代ね、今は飲めなくなって ねえ、でもさ、この最初の一杯だけでも、もう本当に、ああ、頑張ったって思いますよね、自分ね。自分へのご褒美だなって思いますけど。<laughs> えー、キャップさん、リスナープレゼント希望しますということですので、抽選に回しておきます。えー、それでは、ね、抽選回しておきますね。えーっとね、 はい。えー、沖縄マリオットリゾートスパブッフェレストラン、オールスターブッフェのペアランチ券となっておりますのでね。では、キャップさん、当たりますようによいしょ。はい。えー、キャップさん、えー、業務連絡なんですが、えー、っとですね、お名前と、あと連絡先、ご住所なども合わせて送ってください。よろしくお願いいたします。さあ、続いてです。メッセージ、行きましょうね。 えー、必殺仕事人カッチャンさんです。やっこ、仕事だぜ。昼ラジオ聞きのリスナーの皆さん、こんにちはだぜ。娘に風邪つされるわ。電車でインフル移されるわ。明日の娘の卒園式はいけなくなった。関節痛関節、あ、ごめんなさんが関節痛むから、テーマに行くな。<laughs> テーマ、最高の時。 かっちゃんはねこんな高熱で、はぁはぁと、めっちゃしんどい時に、大好きな人が夢に、夢で出てきたら最高やね。以上です。体調悪いので、謎かけおやすみ。リクエスト、加トミリア。最高な幸せ。やっこちゃんよろしくお願いします。リスナープレゼント希望なんか今日のかっちゃん元気ないね、やっぱり。<laughs> 調子悪いということで。<laughs> ごめん。あの、こんな時に。 メール送ってくれてありがとう。じゃあ、抽選回しておくねえー、必殺仕事輪、かっちゃんさんでは、当たりますようによいしょ回しておく。あ、虫が飛んでるぜ。この虫をどうにかしたい。はーい。あー、大変だね、かっちゃん。娘さんもじゃあ、風邪。ということは、娘さんは良くなったのかな明日卒園式。 娘さんがほら主人公だからさ娘さんが行けたらそれでいいんじゃないかいあとは奥さんにこのビデオを映してもらってねほら他の皆さんに映してはいけないでしょで電車でインフル <laughs> この電車でインフル映された瞬間っての分かったのね周りにいたのかしら誰かがねまあまだまだちょっとねインフルエンザも怖いですね うーん3月ね、ちょっと後半ぐらいまでは気が抜けませんかね。皆さん気をつけていきましょう、引き続き。マスク、手洗い、うがい、ね、やっていきましょうね。そしてこのインフルエンザになってしまった場合はもう仕事も学校もお休みですから、自宅でね、ゆっくりとかっちゃんさんのようにあのラジオを見たり聞いたり、ぜひしていただきたいと思いますね。かっちゃんを大事に はい。謎かけ、今度のね、来週、また待ってるよ。<laughs> 復活しといてね。よろしくね。はい、ありがとうございます。さあ、えー、最高ということでね。かっちゃんは、その最高の、最高に合わせて選曲してくれたのかなありがとうございます。ちょっと今探しておりますからね。最高な幸せね。えー、加藤、ミリア。 ね探してますよ、今。<laughs> 生放送でお届けしております。かけたい。ああ、ないかなーねちょっと。ないなー。ないっつうことで。違うナンバーをかけてもいいですかねうん。 じゃあ、これ書けようかな。ね。もう、春はちょっとお別れのシーズンでもありますから、こういうちょっと曲行きましょうかね。あらら、ちょっとなんか、これも入っちゃってごめんなさいね。はい。あー、生放送でもお届けしております。ヤコベビーマイタイム。大丈夫かな。ちょっと、ツイキャスト、ね。 音声が入っちゃったかな。はい。今どうでしょうかね。今いけるのではないかなと思いますよ。はい、行きましょうか。聞こえてきた、聞こえてきた。では、かっちゃん、ごめん。これ許して。さよなら、ベイベー。 お届けしたナンバーは、加藤ミリアで、さよならベイベーでした。かっちゃん、ごめんね。リクエストかけれなくって。でも同じ加藤ミリアさんだから、どう元気になりましたかね <laughs> 熱が出てるときってさ、辛いよね。関節もさ、痛くて、節々がこう痛くってね。何もする気になれないし、何もできないし、ね。 ご飯もなかなかちょっと食欲もないしっていう感じだと思うんですけども、水分補給しっかりしてね。さて、メッセージです。北のリスさんです。テーマ、最高な時。 今日の沖縄は久しぶりに晴れて最高な時ですね。そうなんですよ。今日最高。なんか気分もね、ちょっといいですね。人間ウォッチ好きな人には最高な時が来ます。それは夏。ビーチの水着姿の人間ウォッチ。最高だな共感できる人はサングラスを忘れずにね。アディオス <laughs> ねやっぱりそうなのかなそうなんですね。 うんやっぱり女子だからどうなんだろうそれにはすごいあんまり気を共感できない <laughs>。ねえ。まあできるねえ人もたくさんいるでしょうね。ビーチの水着姿。まあでも沖縄で、本当にうちなんちゅうあるあるですけど、沖縄県民は水着でも泳がんからね。暑すぎて。 本当にもう火けどしちゃうから日焼けどころじゃなくてこれ私小学校の時からずっとこのスクール水着の上に必ず T シャツ今これ言うんでしょうかもしかして死語なんでしょうかロンティーって分かります <laughs> 長袖 T シャツのことロンティーって言ってたんですけどこれは私の周りだけのあれでしょうかね名称でしょうかねロンティー。 長袖。え、ロンティー持ったとかさ、ロンティー着ないととかって。<laughs> 今多分言わんだろうな。ねはい。もう、ロンティーは欠かすことはできませんでしたからね。泳ぐときによ。じゃないと、もう、焼けうみたいになっちゃうから。日焼けどころじゃなくて、赤く水ぶくれみたいになっちゃうんですよ。このもう、 今日の日差しもちょっとね、まあ春とはいえ、うん、紫外線量はすごいと思いますけどね。まあほら、県外から来た人は、ね、リゾート気分で沖縄来たら、あーってもうう水着になって泳いだりとかすると思うんですけども、水着になる時間帯をね、少し考えた方がいいかなと思いますね。真っ昼間とかはもう本当やめた方がいい。朝と、 夕暮れ時にちょっとね水着姿でわーって楽しむのはいいと思うんですけどそれをこうね写真に撮ったりとかねサンセットも綺麗ですからそれはいいと思うんですけどもう真っ昼間はねもう痛いヒリヒリするから気をつけた方がいいと思いますよ。うんね で、そして、あの、北野リスさんが言うように、サングラス忘れずにねって、多分これ目線を隠すためだと思うんですけど、ね、夏場のこの、やっぱり目からね、あのー、紫外線も吸収するって聞きますからね、サングラスも忘れずに。ああ、これから夏、ね、到来すると、日焼けとかね、またちょっとね、大変だろうな。去年の夏もすごい暑かったけど、今年も、 暑くなりそうな感じですよね。去年の夏はなかなか台風がね、発生せずに、まあ秋、秋口からちょっとね、台風も増えてきた感じですけども、だから夏がね、すっごい暑かったんですよ。去年の夏はすごく長く感じましたね。夏バテもね、気をつけていかないといけないですね。今のうちにちょっと体も暑さに、 慣れさせておかなないいないいいととけけ思うんですけどね私のお仕事のお仕事関係の方で県外の愛媛からねえー、去年の夏沖縄に来た方がいてでこの方すごい沖縄の夏が初めての体験だったんですねでそれでもう調子が悪くなっちゃって体のね調子が悪くなっちゃってで病院に行ったらあのこの症状は えともう本当に砂漠地帯に行った人がなる脱水症状を起こしてるっていう、ね、すごいあのそれぐらいのこう過酷な夏だったんですね去年がね皆さんも気をつけていきましょうねさてそろそろお別れの時間が迫ってまいりました「ひるらじヤコベイビーマイタイム」 この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りいたしました。今日は3月15日ということで、最高。語呂合わせで来たわけなんですけども。あ、最後にメッセージです。えーえー、こんにちは。やっこさん、三人のままきなっちです。今日のテーマは、美味しいご飯とかデザート食べてるときですね。 なるほど。最高な時ね。美味しいご飯、デザートを食べてる時ということです。えー、今日もリスナープレゼント希望ということですので、3人のままきなちさん、抽選に回しておきますね。当たりますように。 それでは皆さん、最後まで放送を聞いてくださって本当にありがとうございました。また来週3月22日に、えー、お会いしたいと思います。ここまでのお相手はヤッコベイビーこと富島やすこでした。それでは皆さん、素敵な最高な一日を過ごしてくださいね。バイバーイ